時刻は8時33分回っています。いつも水曜日のこの時間はハッピーニュースネットワークなんですけども、今週はですねクロノス勝利の方程式と題してお送りしておりますが、この時間はですねより充実した人生を送るために何ができるのか、勝つ人は何を見て何をやっているのか、この時間は先月に現役引退を発表したばかりですね元横浜 F マリノス、そして日本代表のディフェンダー中澤佑二さんの勝利の方程式です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今中澤佑二さんと僕は紹介させていただきましたけど、はい、まあ、僕にとってものすごい違和感のある、はい、僕も違和感しかないですねやっぱりそうですか。はい、今までは選手って紹介されてきたので、はい、いきなりさんって言われるとなんかちょっとなんかこそばゆいというか。でまあ今週クロノスはですね、はい、勝利の方程式をいろいろこう皆さんにお伝えしているんですけども、はいはい、中澤佑二さんの勝利の方程式っていうのは、例えばまずその勝利っていうのはどうと、まあ、勝つことが重要なのか、まあ、当然勝ちをいつも目指してたわけじゃないですか、はいはい、いつか勝ちたい、ブラジルにも勝ちたい、うん、当然マリノスでも優勝したい、ねうん、中澤佑二として成長したいっていうのは、はい、その勝つとか勝利っていうことに関して向かっていってたのか、それとも積み重ねが勝利だったのか、うん、どっちのタイプですか。あ、僕はどっちかというと積み重ねていくことで最終的にその勝利というものが手にできればいいなっていうタイプなのかなと思いますね。どっちかというと方程式を求めるよりは、うん、自分の一日一日一つ一つのこうルーティンの積み重ねが、うん、その勝利というところに到達する方法、はい、かそっちの方が近いのかなと、まあ、それじゃなくてもいいとは思うんですけど、うん、いきなりボンとねこの紙一枚じゃなくて雑誌ボコンと置いていきなりもう目標まで到達できる人もいるんでしょうけども、それはそれでいいとは思うんですけど、僕の場合多分毎日の積み重ねた上で、あ、気がついたらあ勝ったみたいな、うん、相手を封じることができたみたいな方が多分性格的に合ってるのかなと。ただその積み重ねることも普通の人はこう毎日積み重ねるの大変じゃないですか。その積み重ねられた理由というか、うん、自分が積み重ねられるのはやっぱり勝ちたいと思ってるんですか。目標って、まあ、最終的には勝ちたいっていうのが、まあ、勝ちたいとか勝つっていう気持ちがあるし、その目標があるからこそ積み重ねられるっていうのはあるとも思いますし、うん、そういったことがあるのでちょっとこう他のことをやりたいとかしたいとかあるんでしょうけれども、それもまあこう我慢してその一つのことにこう没頭できるっていうところはあるのかなと思いますけどね。まあ、だから普段、まあ、ラジオ聞いてらっしゃる方もねこう今話聞いて、あ、そうか、勝つことよりもまず自分と向き合うことだったりとか、うん、自分にこう問いかけるってことですか、いつもやっぱり。あ、もう自問自答は常にしてます。ブツ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 言ってます、ね結構練習中とかも例えば若い子にあのサッカーでねフェイントで抜かれたってなった時に自分でブツブツ、俺ここで足のステップがこうだから体の向きがこうだったからもうちょっと寄せればってもうブツブツブツって言ってるんでそういう日々だったんじゃないかなと思います。毎日がそのやっぱり自分をねこう客観視するっていうか、はい、常にこう中澤佑二を見てる中澤佑二カメラが自分にはあるわけでしょ。うん、あるんだと思うんですね。第三者目線で自分を見てる自分みたいな、はいはい、そういうのがまあ自分の個性じゃないですか、多分そういうのがあるので多分そういうちょっとこう冷静に振り返ることもできたりともするのかな。ちょっと前傾姿勢になりすぎて、うんね、体重つま先に乗りすぎて体起きちゃったな、うん、みたいな、腰が落ちちゃったなとか、うん、反転の時に足逆だったかなとか、うん、相手のフェイクになんでわざわざ自分から引っかかりいっちゃったんだろうな、うん、むしろこっちがフェイクをして相手がそのフェイクに引っかかってボール出してくれれば取れたんじゃないかなとか、こっちが仕掛けるとか、うん、だからその今の話でも顕著だと思うんですけど、結局その試合つまり勝利も、はい、相手と自分が必ずいて、うん、はい、でそのやっぱり自分だけやってもうまくいかないわけじゃないですか、はい、そうです。例えば社会人の方だったら、はい、自分は会社の中の一員であって、はい、もしくは社会の一員であって、はい、でもね相手の、まあ、会社だったりもしくは社会が、ね、うん、あるとしたら、そこともこうどうやってバランス取りながらって、はい、敵というか、まあ、必ず戦うべき相手がいるわけじゃないですか、はい、それはやっぱ意識してました常に。まあ、イメージですけどね、あくまでもね、はい、その練習をするにしてもその試合で勝つためには練習のための練習ではなくて、うん、もうやっぱり試合目標、その試合で勝つための自分は練習をするんだっていう意識ではいましたよね、うんうん、よくやってる日本人の選手たくさんいるんですけど、
なんか練習でシュート決めてやったって言って喜んで、ただのキックのなんかやり合いみたいな結構見るんですけど、はい、それだと絶対うまくならないと僕は思うんですよね、はい。じゃあその局面って試合であるのかっていうのが、はい、それと同じシリアスな状況なのかっていう、はい、そうなんです、はい、そういうのを要するに試合をイメージどこまでしてるのか、まあ、働いてる人であるのであれば、実際じゃあ自分が仕事行くときにそういう人に対してじゃあ自分どういうふうにアプローチするっていうのを常にこうイメージできてるのかっていうことだと思うんですよね。実践からの、まあ、要するにこう試合というシチュエーションというか、うん、まあ、会社でじゃあ仕事してるシチュエーションをイメージした上でどうするかみたいな、はい、そうですね、そういうことがあると実際そうなったときに自分が多分慌てることなくできるんじゃないかなと、ね、上司に対してもしくは、まあ、プレゼンする会社に対して、うん、じゃあ自分がそこにいた時どういうイメージ、相手がこういうこと言ってきそうだな、そうです、これもあるな、あれもあるな、うん、あ、もしかしたらこれもあるかもしれないっていうのを想定しながら、はい、自分が話すことっていうのをイメージしとくっていうのは、そうですね、もうまさにサッカーのね、うん、相手のフォワードに対して相手のどれだけ引き出しがあって、うん、その引き出しどれでも対応するし、こっちからも逆に仕掛けて、うん、 そうですね、その引き出し開けさせるよみたいな、はい、そういうのは多分うまくつながるんじゃないかなと思いますよね。やっぱあの一般の働いてる方っていうのはそういうねプレゼンとか、まあ、上司とかもいると思うんですけど、やっぱ対人なので、そうですね、うん、やっぱその人がどういう人なのかっていうところとかも含めてこうイメージして、すごく威圧的な方、すごく優しい方とかいろいろ言うじゃないですか、はい、それに対してこうなんかいろんな自分の中で引き出しを多く持っていれば、僕は結構どんな場面にあっても慌てることはないと思いますし、慌てなかったら多分言葉もさらさら多分出てくると思うんですよね。パニックっちゃうと、あ、どうしようってなると思うんですけど、あ、それはもう想定済みだよっていう、はい、分かってる、これはもう練習した、そういう自信につながると思いますけどね。だからまあ中澤佑二という、ね、センターバックは常に相手の、ね、はい、うん、持ってる力を、センターフォワードの力を把握した上で、うん、どういうプレーがあるのかということを全部、はい、ハードディスクにインプットしてるわけですよね、はい、そうです。と同時に性格も、はい、あ、こいつちょっとこうした時にはこうなるなとか、うん、イライラするなとか意外とこいつフレンドリーだからあんまりガチャガチャやったところで勝つかもしれないし、むしろ向こうが大丈夫って言ってきてくるなとか、いろいろそうするとこっちもあんまり激しくいっちゃうだなみたいな、うんうん、怪我させたくないなとかあるわけです、うん、いろんなこう自分の中でもこう駆け引きじゃないですけど、ね、対相手に対して対人間に対してのやり方っていうのはこう幅が広がるとは思いますよね。いや、やっぱり中澤佑二の勝利の方程式はやっぱりこう自分の積み重ねとね、うん、同時にちゃんと目標を持った上で、うん、まあ、そこに積み上げていくってことと、うん、あとやっぱり言ったような情報量、うん、やっぱこういい準備ですね、うん、それはあくまで本番をイメージした準備です、ね、自己満のための準備じゃダメだったんですそれもなりがちですからね、はい、もう俺こんだけやったぜっつったところで、うん、それはじゃあ本番に、さっき言った試合想定の準備じゃなくて、はい、ね、練習の中でのこうなんていうか自己満足みたいな、そうです、そうです、いいシュート入ったね、ただ蹴ってるだけとかただパスしてるだけだと多分そんなのは試合ではないので、うん、決めなきゃいけないとか、はい、決めたいとかっていう思いが入って蹴った時にどういうフォームになるのかとか、はい、こういう蹴り方を相手がディフェンスがここにいた時にこう蹴ることによって、あ、こういう角度だったらキーパーも取れないんだなとか、うん、あ、ここにディフェンスいるからここに打ったら普通入んないよねっていうところをちゃんとディフェンスをイメージしてかわしてシュートをするっていうのは結構大事なんだよね、うんうん、常にこうイメージトレーニングしながら、うん、これからこの後も会社の皆さん行ってほしいですね。はい、ね、ぜひ、ね、イメージトレーニング。意外と僕は昔はそんなにイメージトレーニングっていうのは否定派だったんです。あ、そうなんですか。本能でやるタイプだったので、うん、若い時っていうのはもうイメージトレーニングなんだそれみたいな目の前にいるやつと対戦すればいいだけじゃないかみたいな感じだったんですけど、やっぱり体がどうしても言うことを聞かなくなってくる年代になった時に、先にイメージしておくことによって体が自然に動くっていうことが分かったので、あ、イメトレってすげえ大事なんだな。要するにそれをイメージしながら体が準備勝手にするわけですね、はい、なので体が勝手に反応する、なのでそういったイメージトレーニングを常にこう空いてる時間、寝る前でもいいと思うんですよ。何でもいい、空き時間でいいと思う。5分でも10分でもぼーっと考えてやると意外とそれが不意に何か訪れた時に意外にその体がとっさに反応してくれたりするんですよ、ね、うん、いつ来るか分かんないですよ。でもそれってのは突然来るときあるからね、はい、その突然に備えられるっていう、うん、まあそういう、ね、こうことをずっとやってきた中澤さんがですね、はい、引退後のことは全くイメージしてないっていうね、うん、
そこのイメージはできてなかったですね。そのイメージトレーニングは。でも逆にそれはいいんじゃないですか、はい、今はまずゆっくりして、うん、で今を楽しみながら本当に自分がこの後どうしていきたいかっていうことが多分見つかってくると思うので、うん、はい、いや久しぶりにいろんな話聞けて嬉しかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。中澤裕二さんがね大好きな安室奈美さんをかけさせていただきましたけどね、いやー僕も本当に久しぶりにゆっくり話をさせてもらって、でやっぱり彼は僕二十歳の頃から知ってるんですけど、だから20年ぐらい、まあ、プレーは見てますし、まあ、インタビューもたびたびさせていただいてるんですけど、本当変わらないんですよね。まあ、あの変わらないっていうのはその人間的な部分だったりとかいいところは変わってなくて、でももう日々進化していくと同時にこう一個一個ねしっかり丁寧にこうルーティンを積み重ねていって成功を引き出してくるタイプの選手なんですけど、いやーねーインタビュー受けてくれてありがたかったですね。でインタビューなんですけども、実はまだこれだけではありません。来週再来週木曜日のこの時間にさらなるインタビューをお届けします。こちらはね今話をした1日のルーティンの話なんかも伺ってますからね、お楽しみに。